なさそうやけど、うん、オッケー食堂って出てくるんですよ。マジで聞いたことない。聞いたことない。でしょ。じゃあ進みます。はい、お願いします。すいません、はい、ありがとうございます。ココアイさん、ココアイさん、今日はケーキカフェココアイさん、運転手はホンポラッカさんです。田中坊は今日は助手席でちょんとしとる。よしよしよし、お願いします。はい、ここ25号線の続きですね。こっからはちょっと道が気持ちいい、狭そうな感じですね。いやけど全然。旧25号は、うん、まあほんまにあの大型トラックで行けるのかっていうやつであって、うん、先ほど福津、ここなんですかこれ。すごいですよ、なんか今の。なんか合唱村みたいな。ね。旧25号線が、うん、あのまあ福津までは、うん、結構あのすんなり来れるよっていうのは分かったんですけど、うん、福津インターを越えて、うん、今ちょうど、名阪国道とこうほぼ並行して走ってる感じになってきてるんですけど、見えてないけどな、見えてないですけどね、うん、こう右手に名阪国道があるな、ある雰囲気ですね、うん、ある雰囲気がある状況になってるんですが、うん、こっち9は、まあ、この辺なんかちょっとほんまに厳しそうです。トラック行けんことはないですね。でも行くんはいけるけど、すれ違いにちょっと譲り合いとか、はい、でもこの辺来たら広くなるこれ、うん、これなんだ、この差は何よ。こここれからまたあれですね、名阪国道に対抗しようとしません。新しくそう、これ新しく対抗しようとしません。第二名阪国道、そう、戻ってくるかい、うちにいて、うん、いや、でも、うん、あそこの古民家のところも、うん、これがあるからじゃないですか。あ、これからできるから、そう、できるっていうあれ、先見の明、そう、情報ありなんちゃいます。逆にもうすぐ道置きなんでって、ここね、こっちどんどん道、車流れてくるよって。でももうほんまに全然ちゃいますね、ここ、うん、あ、奈良市になりますよ、ここから。奈良市、ここ左、何、ここはナパラ、ここゴルフクラブ、あ、ゴルフクラブですね、ナパラっていう、はい、奈良市に入りました。奈良市、まあナビでは天理市山田町やけどな。あ、奈良市針町になります、ね、あ、針町になったな。はい、今やって思うんですけど、針町に、針町どうする、今日はもう針ぐらいまででやめとく、時間的に4時やからですね。な、今日は、まあでも針から先は、はい、そんなめっちゃないと思うで。そうですね、まあ、針から先はなんかたまに降りて釣りとか行っとった時あるからね、うん、まあ伊賀とかあの辺りになるんですけどね、うん、行けると思います。針のあのステーションで、はい、ステーションで U ターン、はい、これでももう今ちょうど名阪国道をくぐって、うん、ここはインターで言うと何インターなんですかね。あ、ここは何インター、一応名前あるはずですけどね。名古屋方面。でもこっち左曲がると針って書いてありましたね。こっちやな。針まででももう1キロ。あと1キロなんやな。すぐですね。ターン行く？一応見てみ。一応。これどこ行ってる？こっち行こう、はい、こうでの、はい。はい。と思います。あ、バス来た。あ、でも一旦停止なんで多分行けると思います。はい、これで、うん、一応。道の駅、うん、あのステーションで、うん、ちょっとあの観察したいと思います。最近でももう店閉めてるやろ。あ、そうなんですか。結構閉まってると思うで。昔天理ラーメンあったんじゃん。あ、そうなんすか。ラーメン食べたいわ。食べましょうよ。ケーキだけど。いや、全然食べれる、全然食べれる。ラーメンぐらい、はい、食べれちゃう、はい、品のあるぐらいのケーキやったな。はい、品があるケーキ、シチュエーションがまず OK やし、あと味はほんまに美味しかったですね。美味しかったわ、うん、なあ、そう、もうあの僕らレポートがね、うん、下手くそやから、うん、美味しいしか言えないけど、そうやな、美味しい、いや、もうほんま美味しいと美味しいですね。美味しいしか言われへん、うん、でも僕らが、うん、ほんまにまずい時、うん、まずいって結構言うな、言うてますよね、言うな、まずい時は、まずい時めっちゃ言うもんな。あんなとこ二度と行かへんわ。ということやから、うん、さっきの店めっちゃ美味しかったですね、うん、ほんまに美味しかった。ただもっと言うと、うん、そう、これはもうあのもう田中坊が言ったと思っててください、うん、値段高い。こんなもんなんですか。いや、あれ結構頼んだからな、普通ケーキ1個やろ。いや、あ、まあそう、そうなんです、うん、もうこれ感覚が、まあ、僕の感覚が今までの、うん、そう、もうそういうケーキとかを食べてくる人生ではなかったからね、うんうん、あれやけど800円、なんかケーキ400円、ドリンク400円ぐらいかな、800円。いや、もっと高かったですね、500円とか。
多分動画残ってる、なんかさんの動画の方に残ってると思うけど、あんな、はい、ケーキとドリンクだけのお金じゃなくて、はい、あそこでこうゆっくり飲める時間もお金やねん、うん、まあそうです、かだから、はい、そんなこと言うなかすいません怒られました。あ、はい、そう、美味しかった、むちゃくちゃ、あの空間に対しての料金やから、うん、いっちゃうもんじゃないです、ほんまに。もうそう、ほんまにあの美味しかったし、うん、もう単ほんまに自分の、うん、そう、さじ加減ないです、お金加減。そもそもあれやで、はい、日高のケーキも食べるって言い出したら自分やで。いや、だってあの、もう今月のおすすめなんて言われたら、言われたらな、そう、モンブランも絶対食べたかったんですよ。なあ、でも今月しか食べれないかと思ったら。大阪ジャッキ製作所やって。ジャッキ作ってるんですか。どんな感じで作ってんのやろうな。見に行きましょうか。工場見学させてくれないかな。言ってみましょうよ、ここ止めて。お、ここちょっとした街になってますね。ほんまやな。家庭百貨、資生堂。これあかんわ。あかん？これトラックあかんわ。ここもあかんですね。これ25号線やもん。国道25。おお、もうプー言ってますね。いや、これはあれやけど。うん、はい。このように、うん、あの、お互い、街、これ何ですか？待ってあげる。ことなんて言いましたっけ、さっき待ち、待ってあげる、待ってあげる譲り合い、譲り合い、そう、はい、はい、あの譲り合いがなければ、うん、ちょっとこの辺きつそうやし、うん、大型トラックここはもう入ってきたら、うんうん、あーちゃーなるやつですね。いや、そうそうそう、もう手間ねえだから乗り合いの話ね。もうもうそう、ここに国道9の25号になりますが、これ9の25号、はい、うん、これきついですね。ここ入ってきてって言われたらえーってなるな。これいけるかいけんかで言うと、まだいけますね。いける。うん。いけてます。こうやって車が止まっとってもいける。いける。あ、もう針やね。多分。お、なんか針、針のなんかあれですか、うん、なんか感じました、テレパシー。いや、道の駅が針っぽい感じ。針やでー。あ、もうあれですね、右曲がった針です、ね。針やな。針です。はい。じゃあ今回は9。国道の9、25号、針まで来たんですが、うん、結果どうでしたかね、針、うん、まあまあ行けんことないよね。行けんことはない。ここら辺ちょっと無理やったけどな。はい、うん、でしたね。はい、じゃあ検証出ました。もう春なんか美味しいもん食べて帰ろうや。なんかもう検証やなくなったやないですか。もうええからみたいな。25号線ボラ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 急にタイトル変えたらええ思ってますね。僕これサムネイルにあれですよ、うん、国道に9位、国道25号は大型トラック行けるのか、そう、完全釣りやん自分それ。いや、なんかさ前やったサムネ釣りのサムネイルやん、それ一番やったらあかんやん。それ反対側からやってたやないですかそれ。それ一番あかん、やったあかん、それあかん、めっちゃおもろい、もうでもね、うん、これも言い訳がましいけど、うんうん、そう、釣りのサムネイル、釣りのサムネイルって言うけどね、うんうん、そうやらんかったら、うん、YouTube 側が忖度してくれんのやから、どうしようもないないですか。俺は昨日ちょっと釣りやったからな。角さんの常務禁止やったっけ。いや、そう。でも、うん、実際そうやっておすすめにあげてもらえることによって、うんうん、もう見てもらった方がね、うん、そう、それを見て、うん、あ、そう、なんか面白いなとか思ってくれたらそれで OK と思ってたんですね。そうです、だから問題ないと思いますですね。はい、魚釣りですよ。釣りです。あ、やっぱなんかいいですね、トラックいっぱい止まってません。なっかさんと、うん、多分僕初めてここで YouTube 撮影していただいたんですよ。ああ、撮らせてな、はい、はいはいはい、撮った撮った、ここぶつけたトラック。いや、ちょっと俊太郎になりません、ね、あの時、うん、あの時ね、まあ、ぶつけてもうたんやなって。でも僕ニコニコしましたね、あの時。これぶつけたんすよ、笑っとったね。お前、俺のシールあそこに貼ろうとしとったもんな。いや、貼っとったもんな。そう、むしろ貼ってましたね。はい、ハリインター、なんか美味しいもんあんのここ。ちょっと一応もうだってここに来たらもう100割王将行ったもん。王将ですね、うん、でもね、王将こんなとこにありましたっけ。あっちに昔あったように思い出すけど、ここですか、ここ昔から、ここ、ここ僕のほんのあれか、勘違いか、勘違い、このこっちのトラステの中に王将あったような気がしたんですよ。いや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 、ここですか、トラステ向こうな、ほんでな、あ、トラステか、こっちの道の駅のこっちに。気のせいなんですね。ここも枠もようわからんよな、ごちゃごちゃしてますね。やっとして、なんかラーメン食べとかあんの、ここ、ここ
こ、じゃあ、そこ、今のこの右のファミリーマートあれなんですか、あの辺に王将なかったですか、何回も言いますけど。ちゃうんや。あの辺に俺は天理ラーメンがあったと思う。天理ラーメンですかね、多分天理ラーメンやったような気がする。あれ、向こうの止められた車。バス専用なんよ。あ、大丈夫。そこ止めれる。あ、ここね。はい。結構閉まってはんで。閉まってません。シャッター街になってません。シャッター街。あ、だいぶ閉まってますね。なんもないな。これなんもないっすよ、なんか。あ、うん。で、レストラン、お土産コーナーはありますけど。うん。ちょっとトイレ行きたいから。とりあえず。トイレ行って、ほんであれやな。うん、どっか、ビューティーパーキングで、なんか食べて。閉まり、ファミリーマートも閉めてるんじゃん。え？開いてんの？ファミリーマート。ほんまですね。なんか。自動ドア開いてるな。よし、ちょっと行ってみようか。はい。はい、では、行ってみます。あれ、携帯は？このまま、撮影を一回止めます。止めんの？いや、止めるっていうか、止めて、持っていきたいけど、うん、まあ、一回映しっぱなしよ。わ、寒い。寒い。ジャンバー来た方がええじゃん、これ。うーげー。寒い。ちょっと止めしたいよ。はい、寒すぎる。看板はあるけどな。ありますね。でもちょっと薄くなってますね。まずトイレね。はい、ハリ。道の駅ハリに来ました。結構トイレ切れそうですね、でっかくて。あ、ここはちゃうんか。ちょっと見ときます。はい、道の駅ハリやってきて、あ、せんとくんいますね。せんとくん、これなんやろ。ナルトがついてます。角がついてます。角し、これ角さんやな。角さんの髪の毛がなくなって角がついて、これは角氏です。知れば知るほど角氏。はい、ちょっとした待合室になっています。ここあったかいな。あ、もう時刻は4時。夕日がだいぶ眩しいぜ。まもなくナッカさんトイレから出てきますかね。あ、出てきた。角がおった。角氏がおった。角さんおった。はい、角さんやった。あれはマジか。はい、よう見たら角氏やった。だからラーメン屋さんなさそうやな、ここ天理な。どうもちょっとあれですね、なんかなさそう。はい、ちょっと閉まってる感じですね。こういう五平餅とか串焼き屋さんはこれ開いてますね、うん、赤福餅とか、はい、入りたいと思います。お土産屋さん、うん、お、でもここは開いてますね。あ、いい匂い、うん、